いやー、よかった。これはいいなー。ぜひ、ちょっとこれもういい。DVD 出そうか。DVD。DVD にしたいぐらいだもうね。2個、DVD 出そうか。どんぐらいあるだろう？ 1 時間ぐらいあるかな？これで全部あるんで。じゃないの？だって6？ 7話。7 はあんのか。7話か8話かだって1時間ちょっとあるよ。な。うん。すごいね。よく撮ったね、アムさん。普通ワックスの合わせるともっ合わせると、ともっとじゃない？1時そう、間ちょっ半ぐと、らいあるんじゃない？ちょっと2枚組？2枚組でいく？ちょっと。4番。4話は逆に何だろう、観光して、観光。もう電車乗んのこかれな。何？これ4？4話だね、今。でもご飯、まだあったあった。いいよ。すっごカメラ出した。い。出してる出してる。すごい。カメラもあると何か起きるとかはそういうこと？じゃあカメラが言ってんの。あいつ東東京照の宮行とんでもくんねえだ、お多客分。さんにばっか追っかけてるから。本当だ。好きな映せってもん、映せってもんな。もっとなんかやれよ。東照宮行って、夕食の時間が決まっちゃってるから、予約で。そうだよね。だから二俵山神社行けなかっいけた。なかった。で、元旦にしちゃったんだよね。そうそうそう。だって翌なんか場日。所違ったんだよね。食べる分、夜は。そうだよね。離れてた。離れてんだもんね。なんか全然何もない場所に行ったもんね。でもね、あの回も地味に好きよ、俺は。なんかやってるよね、いろいろね。歩道橋みたいなと懲りずこにで。やってるよね。だってハムさんちょっと言ってんじゃん。エムさん気をつけてよ、みたいな。今日もここで多分最後だね。いろいろ明日の元旦の準備がもう。これ大晦日だからまだマシなんだよね。人がまばらで。そう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 。この時行っちゃえばよかったこのね。時行っちゃえばよかったね、強引にね。でも、東照宮行っちゃおうとなったんだもんね。これが時間がかかっちゃったからね。徳川家康のおあ、そう墓。そうそう、まで行ったんだよね、一応ね。ギリギリだったんだよね、で、これでも。そうだ。そうだ。もう閉まっちゃうんだもんね。こういう感じで。できないね。そう、何もないんだよね。あ、ほら、やっぱそうだ。あそこに登れんのが多分時間制限があった。そう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 。旅行要素がやっぱちょっと少ないな。少ないよね。よろよろ要素が多いよ。これトよークがメインっていう。ろよろトークだよね。ほんとよろよろ。あ、そっか。やっぱそうだね。お墓が閉まっちゃう。M さん、激おこです。M さん怒ってんの？怒ってない、全然怒ってない。怒ってないけど。ないですけど、これも多分ちなみに満腹の状態だよ満ね。腹状態もう辛いもんね。こっからさらに夕食がすごかったもんだから、旅館でのね、ね、惨劇が。惨劇がもう疲れ果てて。疲れてはいないよね、多分。こんな。そんなに、でも歩いてんのか。いや、そんなに言うほどじゃないでしょう。でもハムさん息切れてるよ。あ、そうだ、階段すごかった。ハムさん、ちょっと疲れてんじゃん。疲れてるね。それはでもそうだよね。ハムさん回してんだもんね、ずっとね。これ、本当にダメなやつ、これ。ほんと回してる、ずっと回ずっしてとる。回してんね。偉いね。ハムさん、本気で疲れてんじゃん。体力なかったんだよ、多分、今より。ね、ないよね、多分。若いはずなのに。こっちの方が若いもんね、全然ね。今ね、全然平気ぐらいになってるよ、このぐらいだと。これ今逆転だよね。M さんが疲れてうわー、うざいわー。声出してこうぜって。言高っ校たこ生とないだ。わ、高校の時に。言ったことないのに言ったんだ。こんな疲れてる時にさ。
一番言われたくないようなイラッとするセリフだよね。現役時代に言ったこともないのに。うん。あ、撮ってんじゃん、ちゃんと。最低限だよね、本当に。あ、撮ってんじゃん。この辺はさすがに撮るわね。うん。うん。頑張ってるね。写真の撮影はでも俺ほとんどしてないな。してないかもよ、ハムさんは。うん。いいぞ。あんまりできなかった。うん。やっぱ動画撮ってるし、気になっちゃうし。うん。M さんは守りを買いましたよ。なんか撮影禁止だった。買ってたわ、なんか M さん。買った買った。ね、来てるね、うん、足が。足腰がもう限界する。こんな感じのとこでしたと。見ざる言わざるはどこだ。こんな子かな。この辺ちょっと綺麗だね。これはね、うん、でも工事してんだもんね、うん、こっちも。もうさすがに終わったんでしょ。本当にどこもかしこもしてたね。ね、全部してたよね。ほら、M さんの横で。そうっすか。でももう2個買ったからね。ちょっと日本っぽくないような、別の国の東洋みたいな感じの建築のイメージするよね。うん。1個追加。1個追加しました。こっちの方が良かったね。こっちの方がちょっといい。から見終わって、あ、見ざる言わざるか、うん、猿はそういえば下なのかな、うん、あ、そうだ、下だ。これでもう3年前なんだ。もう3年前だよ。すごいね。すげえなダメージが大きいとか言って、うん、見た？フルボッタイとかフル1なんだ。ちょっと和と中華の 間みたいな。うん、同じこと言ってる。見ざる言わざる、うん、聞かざる。あそこの裏だったね。うん。工事してっからなんか。工事じゃないのか、ここは。最初、入り口の方にあったのね。うん。そう、写真撮ってる、これ。ちゃんと撮ってた。これで終わりかな、4話。終わり？そんな長いはずないもん。まだあるわ。ぼちぼちバスに乗って。あ、電車か。やっぱり。うん。この後食事なんですけど、食べたばっかりだっていうね。M さんちなみに電車は別に好きでもなんでもないじゃん。別に嫌いではないけどね。うん。飛行機とかどうなの？バスとか。どっちかというと嫌いなぐらい。いや、嫌いでもない。別に全然大丈夫だよ。無感情だ。普通だ。そうだね、電車の方がまだマシ？うん、いいのかな。バスあんまりか、バスはあんまりかな。うん。飛行機はまあめったに乗らないっちゃ乗らないから。伊勢神宮とかそういう感じの。まあ海外つっても年に1、2回だもんね。うん、行ってもね。あんまり飛行機乗んないもんね。うん。うん、ほんとその通り。いや、店頭かな。閉まっちゃったね。あ、エムさんとっつか、うん、つけてる。珍しいね、この絵は。この絵珍しいね。めったに持たないもんね。持たない。俺がちょっと持つてっていう時ぐらいしか持たない。ああ、あのカフェ覚えてる？ああ、行った。バス待ってる間だな、うん、あれすごいね、俺好きだったんですよ。東京でもよく行くよぐらいの感じだった。うん、喫茶店？うん。ああ、うん。混んでなくてね。混んでなかった。ハムさんなんか疲れて、もうハムさんが持ってる。うん。これね。そう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 。カフェ入りまーす。ちょっといい感じだったんだよな、うん、結構おしゃれだったよね。うん。ちょっと気分、あ、おしゃれっぽいって感じ。昔ながらの喫茶店がなかったんだよね。こういう店ってさ、でも、はい、結構次行ったらなくなってたりするじゃん。ああ、なくなってたりするか。あるといいね、今でも。ね、次行ったら、
あ、撮ってんじゃん、ちょっとハムさん。いや、可愛かった、この店。内観はちょっと撮ってないけどね。まあ、なんかちょっと微妙だもんね。そうか、もうこんな時間、遅くなってて、6時ぐらいだと暗いやん。多分ね、休憩が長いんだわ。長かったよね、多分ね、これ。1時間とか。1時間ぐらい休憩してたんじゃない？ 1 時間半とかしてんじゃない？電車移動です。うわ、新鮮、なんか M さんとバス乗るとか。だって、そうだよね、バスで全部移動したもんね。バス、電車だけだもんね。電車はまだ乗るじゃん、都内でも。バスはないよ。バスはちょっと、今度ちょっとバスだね。バスの旅行く？バスの旅。でも都内ちょっと回るだけでもいいんじゃない？バスの旅面白いかもよ。ヨロヨロでね。ヨロヨロで。ああ、路面電車？いいかも。それもいいかも。路線バスの旅ってあるじゃん。路線バスの旅いいじゃん。